だこ山本修五郎曽我十兵衛はいきなり小林半三郎を殴りつけたその時半三郎は酒を飲んでいて十兵衛が玄関で案内をこう声を聞いた誰もいないのだから出て行くものはない十兵衛は高い声で三度呼び それから玄関の脇の折り戸を開けて庭へ入ってきたのだ。津軽から帰ったんだな。半三郎はそう思いながらあぐらをかいたまま飲んでいた。庭へ入ってきた十兵衛は縁先に立ってこちらを睨んだ。長い旅の後で肉付きのいい角ばった顔がたくましく日に焼けており、 その大きな目には怒りが現れていた。やとハンザブローが声をかけた。帰ってきたのか。するとジューベイは靴脱ぎから縁側へ上がり、刀を右手に持って座敷へ入ってきた。大股に近寄ってくる足つきで、彼が察したよりもひどく怒っていることをハンザブローは認めた。 十兵は禅の前に立って上から半三郎を見下ろした「こんなざまか」と十兵衛が言った「こんなざまだったのか」そして刀を左手に持ち帰ると右手を上げて半三郎を殴った平手打ちであるが高い音がし半三郎の顔がぐらっと揺れた そんなことをして何になると半三郎は持っている杯をかばいながら言った酒がこぼれるばかりだぜ十兵衛の荒い息が聞こえたかなり強い平手打ちだったが半三郎は少しも痛いとは感じなかった十兵衛の荒い呼吸はそのまま怒りの大きさを示すようであったが これまた半三郎には少しの感動をも与えなかった十兵衛は座って刀を置いた半三郎は杯を煽って差し出したが十兵衛は目もくれずに言ったどうする気だ半三郎は答えなかった俺は昨日帰った 田と三枝と阿部が来て三人で夕飯を食べた」と十兵衛は言った「その時すっかり聞いたが俺はすぐには信じられなかった俺の気持ちは話してあるはずだそれは二年前のことだ二年前あのことがあった時に聞いたんだ」と十兵衛は言い返した 去年俺が国目付を命ぜられて津軽へ立つ前、二人だけで話した。もういい。この辺で決まりをつけてくれ。これ以上は見苦しいぞと俺は言った。その時小林は俺もそう思うと言った。俺もそう思うと言ったことを覚えているぞ。今でも同じだ。と半三郎は 高い空を風が渡るような声で言った自分が見苦しくないなんて思ったことは一度もないよ彼はそう答えたのだやけでも自重でもなく自分の気持ちを正直に述べたのである十兵衛は小林の家柄を考えろと言った それも当然出てくる言葉なのだ小林の家は祖父の代までは百0石余りの小武進にすぎなかったそれを父の半兵衛の代で二百二十石余りの書院版にまで仕上げた父は酒も煙草も飲まず勤勉と倹約で一生を押し通した九年前に母が病死した時 父はまだ四十二歳だったから、後添いの縁談が随分あった。しかし父は首を振った。半三郎がもう十七歳で、四五年すれば嫁を取らなければならない。今自分が後添いをもらえば、家の中が複雑にもなるし、家計の上からもそれだけのゆとりはない。父の半兵衛はそう言った。 そしてそれから一年ほどたって金森の美鈴と半三郎との婚約をまとめたのだ金森主膳は八百石の書院番すなわち父の上役であり美鈴はその時十三歳であったこの縁組は小林家の将来を固めるものでありそこまで小林の価格を仕上げたのは 勤勉と倹約で一生を押し通した父の賜物であった十兵衛はそのことを言ったのだ曽我十兵衛は250国の使い番で去年の6月国目付として津軽へ赴任した国目付というのは幕府から外様諸行の国元へ派遣される監察官で定員は2名または3名 任期は半年から1年の交代である十兵衛は出立する前に訪ねてきて一時余りも半三郎に意見をし「自分が帰ってくる時までにしっかり立ち直ってくれ」と言っていったところが帰ってみると立ち直るどころか事情はさらに悪くなっていた半三郎は出資もせず酒を飲んだり 遊び歩いたりするばかりで家計は窮迫し家父も家子も下男小物も出ていってしまった釈材はかさむだけかさみ今では友人たちもさじを投げてしまった十兵衛はそれを聞いたのだ共通の友達である秋田玄右衛門三枝小一郎 安倍右京らから聞いてカッとなって押しかけてきたのだお父上のここまで仕上げたご苦労がこのままでは水の泡になってしまうぞと十兵衛は開き直ったあんなことがそれほど重大なのか父は三年前に死んでいるよそんなことは聞くまでもない 父は小林の加盟をあげようと望み、その望みを達して死んだ。ほぼ望みを達し、将来の見通しもつけて満足して死んだんだ。たとえ俺が小林の家を潰すとしても、それは死んだ父とは関係のないことだ。それほどあのことが重大なのか。 半三郎は残り少ない酒を手酌で飲んだ脇に一生どっくりが二つあり禅の上とその周りに缶どっくりが五本並んでいた骨になった魚の皿うま煮の鉢空になった汁ワンやハスンなど飲み散らし食べ散らした跡がいかにも寒々とした感じに見える 半三郎は手酌で飲み十兵衛はそれをにらみつけていた「それは人によるね」と半三郎がゆっくりと言った他の千万人にとっては些細なことでもある一人にとっては一生を左右するような場合があるたかが女一人のことでもか。 人にちょっとからかわれてもだ。と半三郎は低い声で言った。藤井又五郎は、ちょっとからかわれただけで沼田内気を切り、切腹の上、加盟断絶になった。バカな奴だ。あの時俺たちは彼をバカな奴だと言った。しかし俺は今、そうは思わない。 あれは藤井にとってそれだけの値があったんだ藤井にとってはねこの場合もそう思いというのか半三郎はゆっくりと首を振った俺に腹を立てたり殴ったりするのはよせということさ一杯付き合わないか十兵衛は黙って立ち上がった2 半三郎は寝転んでいた「十一月か」と彼はつぶやいた「あれから百五十日もたったんだなうんあの時はしゃべりすぎたまだしゃれっ気があったんだどうして十兵衛に言うだけ言わせておかなかったのかな言っても言わなくても同じことじゃないか」 バカな話だ。彼はクスッと笑ったすると胃のあたりで病的な空腹感が起こり耐え難いほどの渇きに襲われた怒ったっけな十兵衛は彼は飢えや渇きをごまかすようにつぶやいたあいつのあんな目つきは初めて見た 殴り方も本気だった。しかも彼は彼で悔やむことはないさここへ乗り込んできてするだけの意見はしたんだからそうさ友達の責任は果たしたんだいいじゃないかもう間もなく蹴りはつくそう長いことじゃないよ半三郎は薄い余儀をかけ 古畳の上に直に寝転んで枕をしていた庭に面したその住所は荒れ果てていた畳替えもしないし障子やふすまの張り替えもしないもちろん掃除などは一年近くもやらない上に使ったもの出したものがそのまま放り出してある座敷の中はカビ臭くほこりく おまけに物の据えたような匂いが充満しているため十一月だというのに庭に面した障子は開けておくより仕方がなかった庭はかなり広い元は小さな池があり小さな築山があり若木の杉林や植え込みがあったみんな父が自分で丹精したものなのだが 今はは全く手入れれをしなないい。から見ら見たものではない杉林は言うまでもなく植え込みは皆み勝手な方へ枝を伸ばしているし池は干上がってチりアクタがたまっているし築山は去年の霜と雪で一部が崩れ川のはげた傷跡のように赤土の肌が見えていた芝生だったところは雑草に覆われてしまい その雑草は二尺にも三尺にも伸びたまま一面に茶色に枯れていた八重むぐらかと半三郎は気だるそうにつぶやいたむぐらの門というところだな彼は静かに目を細めた一面に庭を覆っているその高い枯れ草が動き その影で何かででがういいているようである。よあ彼は何の気もなくぼんやりとそれを眺めていたのだがその動いていたものがひょいと立ち上がりこっちを見ておじぎをしたのであった半三郎は細めた目でまだぼんやりと眺めていた「あんまり草ぼうぼうですからね」とその者は言った 見るだけでもかっちくちいですから今ちょっと抜いているところなんです声は女であった半三郎は相手が女だと気づいて寝転んだまま目の焦点を合わせた黒っぽい木綿の布子に色の冷めた帯を締めている背丈はあまり高くない髪はひっつめにゆっており 顔は栗の皮の皮ように黒い「ひどく色の黒い女だな」と半三郎は思った今田舎から出てきたという感じでしかし声はきれいだったしその黒い顔はこちらに向かって隔てのない微笑を見せていた「お前誰だ?」と半三郎が聞いた。 相手には聞こえなかったらしい。それとも聞こえたが答えたくなかったものかもっとはっきり微笑んで枯れ草の方へ手を振った「二日もあればきれいになります」と彼女は言った「このくらいなもの我がやれば何でもご異変」そしてまた枯れ草を抜き始めた。 どこから来た何者だどうするつもりだ半三郎はそう聞きたかったが面倒でもあり気力もなかったのでまた目をつむってしまった確かに彼は何もかも面倒であり起き上がる気力もなかったのだ記憶が確かなら彼はもう6日も食事をしていない 時々水を飲むだけで夜も昼もなく寝転んでいた餓死をした死体はきれいだろうかそれとも醜悪だろうか半三郎はそんなことを考えていた皮と骨だけになるのだから多分醜悪ということはないだろう幾日ぐらいかかるのかな とも彼は考えた十日か半月かおそらく三十日とはかかるまい三十日は長すぎるそうはかかるまいそんなことを思い返しているうちに半三郎は眠ってしまったそしてその見知らぬ女に起こされたのだもしもし旦那様 と呼ぶ声がしたもう昼ですからお膳の支度をしましょう半三郎は夢を見ていた食べ物の夢を見ていてその夢の中から力ずくで引き出されるようにゆっくりと目を覚ましたするとすぐそこにあの見知らぬ女が膝をついて黒い笑顔でこちらを見ていた 昼の午前にしましょう」と彼女は言った少女のようにうぶなきれいな声であった「お米や何かはどこにあるんですか?」半三郎は舌で唇をなめそれから一度声を出してみた後でおもむろに言った「そんなものはないよ」「お米はないんですか?」 ハンザブローはうなずいたでは彼女が聞いたどこかから仕出しでも取るんですかハンザブ三郎は首を左右に振った見知らぬ女の黒い顔にびっくりしたような表情が浮かび「へえ<ー>」という大きな吐息が漏れた今お台所を見てきたんですよ と彼女は言った。「お釜も鍋も錆びてるしおひつは乾いてはしゃいでるし埃だらけでゴミだらけで空き屋敷見たようでしたご家来もおはしたもいないんですか半三郎はうなずいたじゃあまんまご飯はどうなさるんですか仕出し屋から取るんでなければ」 わが私がお米や何か買ってきてお膳の支度をしますけれど。いらないと半三郎は言った何もいらないほっといてくれそして彼は目をつむりふと気がついて一体お前は誰だと聞こうとしたがそこにはもう女はいなかった。 彼は頭を上げて座敷の中を眺め回し女がどこにもいないのを認めると寝返りを打って目をつむった今度は夢も見ずに眠り込んだがやがてまた女の声で呼び起こされた「起きてください旦那様」と彼女は耳のそばで言った「まんまお膳ができましたから起きてください」 旦那様。半三郎は目を開けた「なんだお前まだいたのか」「お膳ができました」と言って彼女は微笑した黒い顔の中できれいな白い歯が見えた塩引きと菜っ葉の汁だけですけれどどうか起きて召し上がってください。 炊きたての飯の甘い香りと魚を焼いた脂っこい匂いとが彼をひっつかみ抵抗しがたい力で彼を締め上げた彼はめまいに襲われたような気持ちで何を考える暇もなく起き上がった半三郎は一杯食べただけで茶碗と箸を置いた 6日も絶食した後だから今はこれでやめる方がいいと思ったのだ「もっと召し上がったらいがすべよ」と女が言った「お口に合わないんですか?」「いやうまかった」と彼は言った「あとはまた晩にしよう」「ここを片付けたらお前食事にするがいい」 だが三郎は急に目を上げて不審そうに相手を見た「変なことを聞くが一体この米や魚はどうしたんだ?」「はい」と彼女はにこやかに答えた「お米は米屋さんで借り魚は魚銀さんで借り醤油や味噌や砂糖や塩や酒は伊賀屋さんで借りました」 さんからも野菜ものをいろいろ借りましたから晩のお膳には煮物に香の物も差し上げます半三郎は黙っていてそれから恐る恐る聞いた「それは本当か?」「はい」と彼女はこっくりをした「信じられない」と彼は言った どの店も借りがたまっていてもう半年以上前から寄りつかなかったんだ「袖してすと?」と彼女はニコニコしながら言ったどこでもそんなことを言っていました随分たくさん菓子がたまったままだって米屋の主人は赤くなって怒っていました半三郎は探るように聞いたそれで どうやって借りたんだわだば言ったです彼女はちょっと目を伏せた私そう言ったんです小林様のお屋敷へ今度来たあだこですってわだば私このお屋敷で使っていただくつもりでしたからお前がどうするってお願い申します あだこと名乗る女は手をついてお辞儀をした「あたしに行くところがないんです。どんなことでもしますから、どうぞこのお屋敷に置いてやってください。だめだ」と彼は言った「給銀をやれないばかりでなく食べさせることさえできない。自分一人でさえ食えなくなって6日も水ばかり飲んでいたんだ。 お給金なんぞ一文もいりません食べるものはあたしが都合しますとあだこは目をあげていったわだば今日初めてだからちっとしか借りませんでしたそれでも旦那様とあたしだけなら五十日や六十日はやっていけます五十日だってはいとあだこはこっくりをした 米は白揚げたのが一途。他に俵で一票借りました。醤油も一途たる。塩は五升。味噌も冬だから味は変わらないと思ってこれも一途だる。お酒はわからないので一升だけにしましたが、召し上がるんでしたらまた借ります。魚オからは塩引きの鮭を2尾と干物を10枚。 干物は風に当てれば10日は大丈夫だって言いました。それから八百九では、青物の他に付け名とたくあんを一とだるずつに。半三郎は手を挙げて遮った。ちょっと待って。ちょっと待ってくれ。その、お前本当にそれだけ借りてきたのか。はい。とあだこはうなずいた。 米屋や伊賀屋などが本当にそれだけ貸したのかはいとあだこが答えた旦那様が横まり寝ていらっしゃるうちにみんな運んできてくれましたバダバいえあたしその間にお釜や鍋のサビを落としたりお台所を掃除したりしていたんです半三郎は庭の方を見 それからあだこを見てまた庭の方へ目をやった「あたし置いていただけないでしょうか」とあだこが言った「俵の米はあたしがつきます」「物置に米つき臼がありますから米をつくくらい何でもありません」「縫い針りでも洗濯でも掃除でも何でもやりますから」「半三郎はしばらく黙っていて」 それからようやく言った。それほど痛いというのならいてもいいが、俺は何にもしてやれないぞ。おいてくださいますか長くは続かないぞ。わいおもれじゃん。とあだこはニコニコと言った。まあうれしい。これでやっと安心しました。 一生懸命働きますからどうぞお頼み申します半三郎は目を背けていった行って食事にするがいい彼は座ったまま長いこと庭の方を眺めていた塀の向こうは松平相模守の,の中屋敷で大きなえのきが五本並んでおり その裸にになった枝にスズメが群れていて、い時々パッと飛び立ってはまた別の枝に止まりすると血に残った枯葉が舞い落ちるのであった「そうだ」とやがて彼はつぶやいた「十兵衛の仕事だ」「そが十兵衛がよこしたに違いない」「そうでなくってこんなことがあるはずはない」 彼の唇にゆがんだ微笑が浮かんだ「そのくらいのことだと思っているんだな」と彼は挑むように言った「まあやってみろいいだろう辛抱比べだ」あだこはよく働いた五日もするとうちの中はきれいになり風呂も入れるようになった 半もも世話もよくする。毎日きちんと酒やきをそってやり髪を結いひげをそらせる風呂も毎日立てて入れるし鉄まさきのことまで面倒を見る寝転んでいると起こして体に毒だから少し外を歩いてこいなどとも言った彼女はこれらのことを手しこくまた極めて自然にやった。 ハンザブローの世話をするにも決して押しつけがましいところはなく嫌だといえば無理に進めるようなことはなかった食い物の味はまちまちで辛すぎたり甘すぎたりするが20日ほど経つうちには慣れたのかそれとも半三郎の好みが分かったのかそういうムラも感じられなくなったあだこは針も上手であった 汚れたまま押し込んでおいた彼の衣類を出して次々に溶いて洗い張りをし巧みに仕立て直した一えを合わせにしたり合わせを羽織にしたりもろくなったところはうまくついたりはいだりした半三郎が退屈しているなと見るとそういう繕いものなどを持ってそばへ来て針を動かしながら話をする 彼は無関。心に聞いているが、言葉の妙な訛りと話のおかしさについ吹き出すようなこともあった。あだこは妙な言葉を使うな。とあるとき彼が言った。そのソーダベオンというのはどういう意味だ？まあ恥ずかしい。あだこは両手で顔を隠しだが、すぐにちゃんとして答えた。 「それはそうでしょう」ということでございます。他にもいろいろ言うようだがどこの言葉なんだ?「はい」とあだこは答えた「津軽です」。半三郎は静かに目を背けた。「四」「思った通りだ」と半三郎は心の中で言った。 十兵衛は津軽へ国目付に行ってきたその時連れてきたものだろうそしてここへ入り込ませたのだ米屋も酒屋も十兵衛が払ったあだこが十兵衛から金を預かってきてそれで支払っているにそういない半三郎はそう推察したさもなければあれだけ借りがたまっているのに 商人たちか貸す道理がないだろうこれで分かったそこは見えたぞと彼は思った十兵衛がどれだけ粘るか見てやろうというふうな皮肉な考えにとらわれながらアダコに対しては不思議に反感も起こらず困らせてやろうなどという気にならなかった12月中旬のある夜アダコは彼のそばに座って 縫いい物をししながら話していたそこは半三郎の居間の六畳で彼は机に肘をつき時々日よけに手をかざしながら彼女の話すのを聞いていた暮れ方から降り出した雨がさっきまで静かに日差しを打っていたその音がいつかしら聞こえなくなり外はしんと静まり返っていた そのお庭の奥に、イタチの夫婦が住んでいたんです。と、あだこは続けていた。もう三十年も世も住んでいて、夫婦だけでずっと暮らしていたんですって。どこの庭だってと彼が聞いた。からない坂の御殿ですわ。からない坂。と彼はあだこを見た。 聞かない名だがどこにあるんだまあ、聞いていらっしゃらなかったんですね。と、あだこはにらんだ。津軽の弘前です。弘前の殿様のお別荘がからない坂にあるんですわ。口では言えないほど景色のいいところで、からの国にもないだろうというのでからない坂って名をつけたのですって。わかった。 と彼はうなずいたしかしその別殿の庭でなくってもイタチならこの江戸にもいるよ。夫婦のイタチがですかそれはわからないが子を産むんだから夫婦もいるだろう。でもそのイタチは30年の世も夫婦で仲良く暮らしていたんです。ふ、うん彼は日よけへ手をかざした。 そんなことがどうしてわかるんだそれはおどさまが、父がずっと見ていたからです。とあだこは針を止めていった。子供の自分から見ていて、三十年の世も経って、そうすると、夫婦と,ともすっかり年寄りになってしまったんですって。いたちも年寄りになるんだな。そうでしです。あだこは続けた。 すっかり年寄りになったもんで男のイタチは頭がはげてしまうし女のイタチは髪が白髪になってしまったんですって半三郎はあだこを見たあだこの父親はその御殿にいたのかはいと彼女は答えたじいさまの代からお庭番をしていましたすると侍だったのか だ、いいえ、お侍ではなく植木の世話をしていたんです。半三郎はそこで急に目を上げた。今お前は、イタチが年寄りになったからどうしたとか言ったな。また聞いていらっしゃらなかった。年寄りになってどうしたんだですからさ、とあだこが言った。 男のイタチは頭がはげてしまうし女のイタチは白髪になってしまったんですよなるほどと彼は言った半三郎はじっと座っていて立ち上がり根まハ入ると後ろ手に襖を閉めたあだこはお休みになるのですかと聞いた返事はなくて、 変な笑い声が聞こえてきたクークーといったふうな鳥がヒナを呼ぶような声だったが次第に高くなり笑っているのだと分かった時には喉からほとばしり出るような声になっていたあだ子はびっくりして立ってゆきどうしたのかと声をかけてふすまを開けた半三郎はのべてあるヤグの上にあぐらをかき腹を押さえて笑っていた どうなすったんですかとあだこは気を悪くしたように言った「私が何か変な言葉でも使ったんですか?」「あっちへ行ってくれ」と彼は笑いながら手を振った「何でもない」「心配はない」「あっちへ行ってそこを閉めてくれ」あだこは言われる通りにした寝間が静かになったので あだこがぬいものを取り上げると今度は寝間からいきなり声いっぱいに笑い出すのが聞こえた「ハゲ頭のイタチ」と笑いながら叫ぶのが聞こえた「女イタチは白髪」「ああ」そして笑い続けに笑いしまいには苦しそうにうめきながら笑った「おかしな旦那様だ」 とあだは針を動かしながらつぶやきそれからそっと微笑したでも初めて笑う声を聞いた難しい顔ばかりしていらしたがあんなふうに笑うようになればしめたものだこれで少しは変わるかもしれないあだこはそう期待したらしいが半三郎の様子には変化がなかった毎朝 アダコは彼を呼び起こし、洗面をさせる。食事のあとで酒焼きをそり、髪を結い直し、着替えをさせる。午前中か午後か、日に一度は歩きに出してある。夕方になると風呂を立てて入れ、背中を流してやり、晩飯のときには彼が望めば酒をつける。飲むにしても 勘どっくりに二本がせいぜいであだこにはそれが不審であったどうしてもっと召し上がらないんですかと聞いたことがあった伊賀屋さんの話では毎日ずいぶん召し上がったように聞きましたけれど半三郎は曖昧に首を振った「あんまり好きじゃないんだ」 返事はそれだけであったこうして同じような日が経ってゆきその年が暮れた正月に安倍右京から使いがあり友達が集まるから来るようにという口上だったが半三郎は使いのものにも合わずあだ子に断らせたそれは五日のことであったが昼過ぎから雪になり 半三郎は十条の座敷の障子を開けて、雪を眺めながらあだこの尺で珍しくゆっくり飲んだ。どうしてお友達のところへいらっしゃらないんですかあだこが彼の顔色を見ていった。せっかくお迎えがあったのですし、お一人で召し上がってもうまくはございませんでしょう。半三郎は庭を見たままでいった。 あれは十兵衛の差し金だ。蘇我十兵衛。あだこは知っているだろう。私がですか隠すことはない。土手三番町の蘇我十兵衛だ。知っているんだろう。そういう方は存じません。とあだこが言った。声は低く、少し震えているようであった。でも、 知っていることもあります何を知っている金森様のことです。十兵衛に聞いたんだ。そういう方は存じません。とあだこは言った。その声は湿ってもっと震えを帯びてきた。私伊賀屋のご主人に聞いたんです。お名前は存じませんが。 金森のお嬢様は五年の世も言い名付けていたのに旦那様を置いてよその人と逃げてしまったそのために旦那様がこんなになってしまったのですって「その話はやめろ」「一度だけ言わせてください」とあだこは言った「あたし悔しいんです」「その不死だらなお嬢さんは好きな人と夫婦になって」 今でも立派にやっていらっしゃるというのに旦那様の方はこんなになっていらっしゃるこのままでは一生がめちゃめちゃになってしまいます旦那様をこんな目に合わせたのにそのお嬢様の方は幸せでいるなどということがあっていいものでしょうか半三郎はまだ庭を見たままでいったあだこはその娘が 不幸であればいいと思うのか。私、ただ悔しいだけです。すずが幸せでいるのはいいことなんだ。と彼は穏やかな声で言った。俺との婚約は親同士で決めたことだ。すずには後で好きな相手ができ、尋常な手段では望みが遂げられないと見て、その相手と出奔した。 これは不死だらな気持ちだけでできることではない。金森は八百石の旗本だ。家の名門親の怒り、世間の票、これらをすべてかけなければならない。美鈴はその全部をかけたのだ。これは勇気のいることなんだ。あだこは手で顔を覆った。 金森さんはここへ来て事実を話し両手をついてわびたと彼はゆっくり続けた自分はあれがかわいいと金森さんは打ち明けていった本来なら成敗するところだが自分にはできないならぬところであろうが堪忍してもらいたいそのかわりいかなる償いでもしよう と言った。「後ろであだこのすすり泣くような声がし半三郎は庭の雪を見ていた俺にどうすることができる?」と彼はささやくように言った「金森郎の行き届いた正直な詫びに対して怒ることができるか?」 何かか。言うことでもあるか俺は丁寧に礼を返してその信釈には及ばない忘れてくだすってよろしいと答えただけだ酒を継ごうとしたが酒はもうなくなっていた半三郎は空になった調子を出して「つけてきてくれ」と言ったあだこは受け取って立ってゆき 間もなく戻ってきた。半三郎は手まねで尺は自分でするという意味を示しあだこは日よけの脇へ下がって座った「俺は少年の頃こういう経験をした」と彼は手酌で一つ飲んでから言ったつか遠くらいの時だったろう場所は半蔵門の掘り綿で 俺は一人だった。前後のことは記憶にないが、俺は一人で堀端にいた。季節は夏の終わりごろだったと思う。風が吹いていて、俺は風が向こうから吹いてきて、そして吹き去ってゆくのを感じていた。そのうちにににふと、今自分に触れていった風には、 二度とととと触れるここはできない、ということを考えた。どんな方法を用いても一度自分を吹き去っていった風にはもう二度と触れることはできないそう思った時俺は胸を押しつぶされるような息苦しさ自分だけが深い井戸の底にいるような真っ暗な恐ろしさに圧倒された。 三郎は静かに一つ飲んだ俺は美鈴が好きだった会う折は年に幾度と限られたようなものだし二人だけで話したことなどは数えるほどしかなかったそれでも俺は美鈴が好きでいつか妻に迎えることができると信じ心からそれを楽しみにしていた 無感動な口ぶりで話し続けながら半三郎は頭の中で美鈴と自分の間に会ったことを思い返していたそれは美鈴の部屋でただ一度だけ会ったことだ美鈴は着ているものをすっかり脱ぎ素裸になって自分の体を彼に見せた彼はバカのように呆然としていた 彼女が着物を脱ぎ始めた時から何をするのか見当もつかず彼女がすっかり裸になった時もどういう意味なのかわからずに呆然としていた彼女はまだ15歳とちょっとでいつもは子供っぽい少女としか思えなかったのであるが素裸になった体は驚くほど女らしくほとんど成熟しているように見えた美鈴は頭部が小さく 手足もしなやかに細くどうもほっそりとくびれていたしかし胸の膨らみの豊かさと腰部から太ももへかけての肉付きはそこだけが別の存在であるかのようにたくましい厚みと丸みとそうして重たそうな緊張を見せていた「私きれいじゃなくって?」みすずは彼の顔色をうかがいながらそう言った「きれいだ」 と彼は答えた。いやらしい気持ちや不特技な感情は少しもなかったそんな気持ちを感じる余地もないほど彼は圧倒され驚いていたのだあなたのために大事にしてきたのよよく見てちょうだいあなたのためにきれいにし大事にしてきたのよ彼女は大胆に自分の体を見せた 前に向き、後ろに向き、横を向き、そしてさまざまな奔放な姿勢を作ってみせたそうだ、彼はよく覚えているみすゞはそうしながら絶えず彼の顔色をうかがっていた彼の顔に現れる反応を探ろうとするようにまた、 その期待のために自分で興奮しながらそうだそれから彼女は近寄ってきて両手を広げながら甘えた声で言ったのだ抱いてちょうだい彼は何もしなかったできなかったのだ圧倒され幻惑されていただけではなくそういう場合にどうすべきかということを知らなかったからだ はは彼よりもはるかに能動的であった。次に起こることを十分に楽しもうとするようなキラキラした目で見つめながら自分の欲することをさせようとして彼を導いたもちろん大したことではない少しばかり早熟な少女らしい好奇心に駆られただけのことであろうがそこでも彼は馬鹿のように狼狽し 不器用に尻込みをするばかりだった美鈴は彼を話し彼から離れていぶかしそうな探るような目つきで彼を見守ったそれから脱ぎ捨てたものを順にゆっくりと着ていったそれだけのことなのだ美鈴は15歳とちょっとで自分の体の美しさを 言い名付けでであある彼に誇りたたかったのであろうほんのわずかだけ興奮に駆られて好奇心を起こしたそれ以上の意味はなかったに相違ないが半三郎にとっては異常な出来事であり心の深部に拭い去ることのできない強烈な印象を与えられた「俺はあの娘が好きだったから」と彼は話し続けていた。 あの娘が幸せであることは嬉しい。これは本心だ。しかしそれと同時に、あの娘が自分から去ってしまったこと。この世では決して自分の妻にすることができないと思うと、ちょうど少年の頃、堀端で夏の終わりの風に吹かれていたときのように、この胸が潰れるような。 何もかもむなしいという感じに襲われてしまう何もかもむなしいと彼はあざけるように言ったおそらく俺は十四くらいの泣き虫の女の子か六十くらいの愚痴っぽい老いぼれのように見えるだろうだがどうしようもないこの世にあることはすべてがむなしいと思うこの気持ちは自分でもどうすることもできないんだ アダコは涙を拭いた。すると黒い顔がまだらになり目の周りに白い輪のようなものが現れたあだこは自分の手を見て指が汚れているのに気づくとびっくりしたように立ち上がり顔を背けながら奥へ去った半三郎はそんなことには気づかず杯を持ったまま降りしきる雪を眺めていた それから五六日してあだ子はお針を習いに行きたいと言い出した「縫い物は上手じゃないか」と半三郎が言うと「自分のは田舎流だから江戸風の仕立て方が習いたいのだ」と言った半三郎はあだ子の顔を見て何か言いそうにしたが思い直したようにうなずいて好きなようにしろと言った お前を雇っているのは曽我だ半三郎はそう言おうとしたのだ俺は主人ではない九銀も十兵衛が出しているのだろう十兵衛に聞くがいいだが彼は口では何も言わなかったあだこはおはりの稽古に通い出した朝の食事を済ませると出かけて行き 昼飯を作りに帰ってまた夕食の前まで稽古に行く家事の方も手を抜くようなことはないし夜は夜で十二時頃まで縫い物をした初めのうち半三郎は無関心だったが彼女の熱心さにだんだんと注意を引かれあるよふと聞いてみた随分精を出すじゃないか。 「おはりはどんなにうまくなってもこれでいいということはないんですって」とあだこは答えたそれにわらば私こんなに不器量ですからせめておはりくらい上手にならなければお嫁にもらってもらえませんわ六半三郎はあだこをまじまじと見た「嫁に行く時は津軽へ帰るのか」 いいえ津軽へは帰りません田舎は嫌なんだな津軽はいいところですわ山も野も川もきれいであんなにきれいなところはどこにもありませんわとあだこは針を動かしながら言ったでも私には帰るうちがないんですの半三郎は少し間を置いて聞いた 両親や兄弟はいないのかおります。とあだこは低い声で答えた。父も母もいますし、弟が二人あります。けれども、今の父がママで、私がいては、うちが丸くいかないんです。それで江戸へ出てきたのか 弟たちは男だから心配ありません上が十七下も十五になりますからとあだこは言ったそれに弟たちは何でもないんですうちがうまくいかないのはあたしだけのことなんです半三郎はさりげなく聞いたママの父と気が合わなかったんだな そういえば一番無事なんです。あだこの手が動かなくなった。半三郎が見ると、あだこの唇が震え、目にいっぱい涙がたまっていた。あたしも言ってしまいます。とあだこは衝動的に言った。おじは、ママの父は、亡くなった父の御茶、父の弟で、 母より年が七つも下でした。おじはおとなしいいい人ですし、あたしも弟たちも好きでした。お庭番の仕事もよくできるし、本当に静かないい人だったんですけれど、母は七つも年上ですし、勝ち気な性分だもんだから。あだこの目から涙がこぼれ、声が哀れに震えた。 激しい感情例えば憎悪と悲嘆といったようなものが心の中でせめぎ合いどちらをも抑制することができないというふうに半三郎には受け取れた「いいえこれ以上は言えません」とあだこは首を振った「私がうちにいてはいけなかったんです私がいなければ母は落ち着けるし きっとうちの中もうまくいっていると思います年が7つも下の夫を持った母同じ家にいる年頃の娘そして娘は家出をしなければならなかった半三郎にはおよそ事情がわかるように思えたその母は親であるよりももっと多く女であったのだろう そして娘もまた女としての敏感さでそのことに気づいたのだ「偉いなあ」と彼は言った「よく思い切って出たあだこは偉いよあだこは泣き笑いをしながら両手の指で目を拭いたその時半三郎の表情が急に変わり口を半ば開けて いぶかしそうにあだこの顔を見つめた「実の親子でいてもこんなことがあるのかと情けなくって私ずいぶん悲しゅうございました」と彼女は目を拭きながら言った「でも今はもう悲しくはありません」「もうすっかりあずましごすです」「ちょっと」と彼が言った お前目の周りをどうしたんだ目の周りがアダコはひゃと言った妙な声を上げて両手で顔を覆い「ごっぺがした!」と言いながら慌てて奥へ逃げていった半三郎には訳が分からず「ごっぺ返したとはどういうことだ」と考えた だこの目の周りが黒くまだらになっていたが鍋でもひっくり返して鍋摘みでもついたのかなどと考えていた2月になりその月も終わりかかったある日台所で人の呼ぶ声がしただこはお針の稽古に行き半三郎は居間で寝転んでいた米を持ってきたが 旦那は留守かね?」と台所で怒鳴るのが聞こえた。「旦那はいらっしゃらねえのかね?」。半三郎は寝転んだまま怒鳴り返した。「俺に用でもあるのか?」。「米屋の一兵衛です。ちょっとお目にかかりてえんですが。あだこはいない。」と彼は怒鳴った。「米屋はそこへ置いてってくれ。 旦那に話があるんです。すまねえが、ちょっとここまで来ておくんなさい。と、一兵衛がわめき返した。それとも私の方でそっちへ伺いましょうか。無礼なことを言う奴だ。と、半三郎は思った。一兵衛は米屋の主人で、これまでに幾度か会ったことがある。無論、父の死後で。 彼が札差しから金を借り尽くした後の出入りであるし、一兵衛の店にも相当な借りがたまっているわけだが、仮にもこっちは旗本、相手は商人に過ぎない、そんな無礼な口を聞いていいはずはないので、彼は返事をしなかった。すると台所で物音がし、やがてこっちへ来る人の足音がした。ハンザブローは寝転んだままじっとしており、 足音はふすまの向こうで止まった失礼します旦那はこちらですか半三郎は黙っていた静かにふすまを開ける音がし半三郎はじっとしていたするとふすまが閉まりふすまの向こうから声が聞こえた一兵衛はこっちへは入らなかったのだ ふすまを開け、半三郎の寝転んだ姿を見て、すぐにふすまを閉めたのである。面と向かっちゃ言えなくなりそうだ。ここで言いますから、そのままで聞いておくんなさい。と一兵衛が言った。伊賀屋や八百九は長いお出入りだそうだが、私はごひいきになって幾年にもならねえ。 今日持ってきた米が最後でこれからはご免をこむりますからそう思ってくださいそんなことはあだこに言え旦那に言いたいから私が来たんだと一礼の近っかかるような声が聞こえた旦那はれっきとした旗本でいらっしゃる男でお侍で旗本で拝見したところ体もお達者なようだ キザな言いようだがいわば市民の上に立つゴミ分でいて寝転んだまま弱いン度のものを飲み潰し食いつぶしおまけに下女に珍仕事までさせておいでなさる待てと彼は遮った貴様はタダで持ってくるように言うが代議員は曽我が払っているはずだ俺は知っているぞ曽我さんですって 土手三番町の蘇我十兵衛だと寝転んだまま彼は言ったあだこをよこしたのも蘇我だし蘇我が代金を払うからこそ貴様たちも米味噌を持ってくるんだそうでなくってそれまで帳面を止めていた貴様たちが急にまた物を持ち込むわけがあるか一兵衛は沈黙した半三郎はざまを見ろと思いながら ゆっくりと寝返りを打った持ってきたた持てくなければ寄せと彼は作りあくびをした今日の米も持って帰れそれで文句はないだろう襖の向こうはひっそりしていた半三郎はひじ枕の首を上げた襖の向こうには人の気配もない 帰ったのかと思っているとやがて鼻をかむ音が聞こえついで咳をするのが聞こえた「米は持ってきます」とかすれた声で一兵衛が言った「何二人くらいの米代はたかがしれてます」「米は持ってきますが思い違いがあるといけないからいや旦那が思い違いをしているようだから」 これままでの行くたてをざっと申しし上げておきましょう。七半三郎は居間の机に片ひをつき火の消えた火よけへ片手をかけたまま時々口の中で何かつぶやいたり意味もなく首をかしげたりまた急に頭を振ったりした一兵衛が去ってから二時以上になるだろう 窓の障子にさしているひも薄づき傾いていた一兵衛の話は彼を驚かした彼らは蘇我十兵衛とは関係なしにあだこのために貸す気になったのだという初めの日あだ子が米屋へ行ってまず店の周りを掃除した秋田原を集め それを丹念にはたいて残り米をきれいに落とした俵十二枚から二合以上の米が出たというそれから俵をきちんと重ね縄は縄三俵は三俵と分けてまとめわらくずを吐き集めそして地面にこぼれている米を拾ったそういう米粒だけで五合もあり それを兵衛に渡してから初めて「小林だが米を貸してくれ」と言い出したのだそうである一兵衛は彼女のすることを見ていてそれが単純な機嫌取りではなく何かのっぴきならの理由があるのだと思い訳を聞いてみたそこで安達子は話したのだ半三郎が聞いた話と同じ内容であるがなお これま五たび奉公をしたこと、五たびとも嫌な目にあって飛び出したこと、そのため、受け人宿の世話になれないことなどを語り、今度は武家であるし、貧乏で小物も下男もいないが、旦那は悪い人ではないし、この屋敷なら務まると思う、もうほかに行くところもなし、自分が働いても必ず代金は払うから。 どうか米を貸してもらいたいとあだこは言った津軽の鉛が彼女の誠実さを一層際立てるようで一兵衛は快く承知したのだと言ったあだこは伊賀屋でも魚銀でも同じようにした店の周りを片付け秋だるの中でコモを剥ぐのは剥ぎ縄やコモはそれぞれに集め 物置の中をきれいにし、秋だるを積み直し、塩のかますをふるったり、とっくりを洗ったりした。魚銀でもその通りだったが、捨てるつもりでどけておいた魚のお頭や雑物などの臭くて汚いようなものの中から、荒らにとして売れるような部分をより分けて皿に持ってみせたそうで、主人の銀太は驚いたということである。 アダコは決して誠実を売ったのではないすべては自分が小林の家にいたいためでありそのためにろうをいとわなかっただけであった彼女は小林の家に居ついてからも三軒の店へ代わる代わる回って初めの日と同じように掃除をし片づけ物をした動作がキビキビしているし人の気づかないところに気がつき しかも手を抜くということがなかった半三郎は全く知らなかったがアダコは12月いっぱい休みなしにそれを続けたということだそうして正月になり七草が過ぎてからお針の稽古を始めるから掃除に回れなくなったと断りに来た 一兵たちは前からそのつもりでもう掃除などに来なくともいいとたびたび言っていたのだそうでそれはその方がよかろうと承知した一兵衛はそこで話の調子を変えたのだあだ子はおはりの稽古に行くのではなく市ヶ谷田町の大きな仕立て屋へ張り子として通っているのだという張り子として手間賃を稼ぎ 家でもいをしているそして稼いだものを米や魚銀伊賀屋へ少しずつではあるが返金をして入れているというのだ旦那はその鎮類を見ている毎晩12時頃まで縫い物をしているのを旦那は自分の目で見ているはずだ」と市兵衛は言った。 田いい町の火消し屋敷のすぐ脇で大きな仕立て屋だからすぐにわかる行って聞いてみるがいいと一兵衛は言ったのだ一兵衛は伊賀屋と魚銀とで話し合ったこのままではお磯さんがかわいそうだいっそ貸すのはやめにしてお磯さんのことは三人で引き受けよう そう相談が決まったので、市米が代表で話しに来た。しかし、旦那の言うことを聞くと、蘇我とかいう人が後ろにいる。大銀はその人から出ている。と思い込んでいるようだ。本当にそう思い込んでいたのなら話も違ってくる。自分は考え直した。自分はこれからも米を持ってこようし、伊賀屋にもウオ銀にも訳を話す。 おそらくどっちも反対はしないだろう。これまで通りに品を持ってくることになるだろう。だがそれは旦那のためではない。と一兵衛ははっきり言った。決して旦那のためではない。お磯さんに持ってくるのだからそこをよく覚えておいてください。ふすまの向こうから一兵衛はそれだけのことを言い、言い終わるとすぐに去っていった。 半三郎はじっと横になったまま、一兵の去ってゆく物音を聞いていたが、やがて起き上がると、立って洗面に行き、戻ってくるなり机に持たれて考え込んだのであった。8. あだこが帰ったとき、半三郎はいなかった。彼女は風呂を焚きつけ、夕げの支度をした。小さい声で、 津軽なまりの歌を無心に歌いながら風呂の滝き口を見たり急いで煮物の加減を見に走ったりした食事の支度がほとんどできた時半三郎が帰ってきた変わった様子もなく風呂に入り食事をしたあだこは手まめに後片付けをし風呂に入りそれからいつもの通り縫い物を広げた そこは半三郎の居間であるが、火を別に使うのは無駄だからと言って、初めからあだこはそこへ縫い物を持ってきた。今考えると、自分も心細かったし、彼の退屈を紛らしてやるつもりもあったのだろう。その世も針を動かし始めると、柔らかな声で国のことを話し出した。半三郎は机の前に座り、 片手で火よけの縁をなでながら半時ばかり黙って聞いていたが話の切れ目で静かに面を上げながら言ったさっきそ我のところへ行ってきたあだこの針を持つ手が動かなくなった曽我十兵衛あだこは知っているはずだあだこの頭が少しずつ下がった これまでは知らないと言っていたが、あだこは知っている、そうだろう。はい。とあだこは口の中で答えた。正直に話してごらん。と彼は言った。十兵衛とはどんな関わりがあるんだ。彼女はささやくような声で答えた。わだ場、私は。 私がこの屋敷のあだ子になってからです名前も本当はあだ子じゃないだろう。名は磯ですと彼女は言ったあだ子というのは国の言葉で子守とか下女のことを言うんです半三郎はちょっと黙ってから言ったではあだ子と呼んでは悪かったんだな 汚す。いいえ悪くなんかありません彼女はかぶりを振ったこれからもあだこって呼んでくだすって結構です十兵衛のことを聞こう十二月の初め頃でした旦那様が歩きにいらした後で曽我様が訪ねてみえ縁先でいろいろお話を伺いました どうしても座敷へ上がってくださらないので、縁先でお話を伺ったのです。その時、金森のことを聞いたんだな。はい。と、あだこは低くうなずいた。伊賀屋から聞いたと言いましたが、本当はその時、き、曽我様から伺ったのです。私も自分のことをすっかり申し上げ。 曽我様はお金を置いてゆこうとなさいましたお前は受け取らなかったそうだお金は役に立たないと思ったからです半三郎はいぶかしそうにあだこを見たどうして金が役に立たないあればあるで使ってしまうし使い癖が残るだけですからとあだこは言った 旦那様が勤める気になってくださらない限りお金はかえって邪魔だと思いました俺は勤めることにした今日十兵衛に頼んできたんだ沈没板に空いている席があるそうで四五日うちには出資できるようになると思うあだ子はびっくりしたように顔を上げた私が 何か余計なことでもしたのでしょうかそんな心配はするなと彼は首を振ったそれよりもあだこがどうやって江戸へ行きどうして俺の家に入ったのかその話を聞かせてもらおう縫い物をしながらでもいいでしょうか私何かしながらでないとうまく話ができないんです 彼はうなずい亜だ子は再び針を動かしながらゆっくりと話し出した家を出るまでのことはもう話した何のあてもなく頼る先もなかったが幸い木を買いに来て仙台へ帰る商人に会いその老人に連れられて仙台まで出た老人は亜だ子が江戸へ行きたいと聞いて 知人の海産物省に引き合わせてくれ、そこの船で石巻から江戸へで、その海産物省の江戸橋に近い店で奉公することになった。しかし、九十日ほどいたが、店の若い者たちがいやらしくからかうし、手代の一人は寝前しのんできたりするので、支配人の妻女に告げて暇をもらった。そのとき、妻女の口利きで、 受け人宿の世話になり一年ばかりの間に四か所も奉公したがどこも長くはいられなかった三軒は商店一軒は料理茶屋であったがどこでも店の若い者に嫌なことをされる一軒では主人がそれも五十いくつかになり孫のある人が力ずくで言うことを聞かせようとしたそれでそこを飛び出したので 受け人宿の世話になれなくなったが武家ならばそんなみだらなこともないだろうし訳をよく話せば受け宿がなくとも使ってくれるかもしれないそう思ってこの麹町一帯を歩き回ったその日は平川天神の社殿の床下で寝たその夜は心細さがあまりよく眠れずこんなふうに歩き回っても雇ってくれる家は見つかるまい いっそ受け人宿へ戻ってわびもう一度宿の世話になろうかなどと思ったりしたでもそこが私の運のいいところだったんですね次の朝になって念のためにもう一度と思って回っているうちにこのお屋敷に行き合うことができたんですどうしてと彼が聞いたどうしてこの家に見当をつけたんだ 聞いたんです」とあだこは言いにくそうに答えた私の前をどこかの小僧さんがもう一人の小さい小僧さんを連れて歩いていました御用聞きに行くお屋敷を教えていたのでしょうそれがこのお屋敷の前へ来るとここはダメだって教えているんです随分いいことを言ったろうないろいろなことを聞きました そして奉公人が誰もいない。ご主人が一人きりだというので、ここより他にはないと決めてしまったんです。半三郎は黙ってうなずいた。優しく真面目な顔でうなずき、静かにあだこを見た。これで全部です。とあだこは言った。半三郎は彼女を見守っていて、 それかららしながら言った。顔を洗っておいでまた目の周りがまだらになっているあだこは「ヒャー!」と声を上げ両手で顔を覆った「男よけだな」と彼は含み笑いをした何を塗ってたんだかまどのすすです俺も信用できなかったのか そんなことはありません。とあだこは力を込めて言った。三度目の料理ャ屋で思いついてから癖になって、こうしないと気が休まらなくなってしまったんです。だがもういいだろう。洗っておいで。はい。とあだこは立ちかけたが、そこで気づかわしそうに彼を見た。あの。 もし気が向かないのなら無理にお勤めなさらなくても私がなんとかやっていきますからもういいと彼は微笑しながら手を振った顔を洗っておいで役に戻れたのは十兵衛の奔走のためだ彼の本家である曽我伊予守正則は6500石の書院番頭であったし 金森修善の口添えもあったらしいが3月に入ると間もなく書院版に上がりそこから新物版へ出資することになっただが出資するまでに十兵衛はじめ秋田安倍三枝たちの助力を得なければならなかった途上のための衣類のこと上役や先人の同役に対する新物のことまた 家父はともかく、友をする小物二人は必要なことなど、かなりな金額のすべてを四人の友達に賄ってもらうほかにしようがなかったのだ。四人は快くやってくれた。半三郎が立ち直るためなら安いものだ。などと言い、初出資の日には夕方から小林へ来て、祝いの主演を開いてくれた。 酒も魚も自分たちの持ち寄りで、酒きを取るとまず、みんなであだこに礼を言った。半三郎が立ち直ったのは、あだこのおかげだ、というのである。あだこは恥ずかしがって逃げようとし、みんなは無意に引き止めて、酒きを持たせた。その時、十兵衛は気がついたのだ。一度会っただけであるが、 かまどのすすを塗っていないあだこの顔が見違えるほどきれいになり美しくさえなっていることに驚きそれを不審そうに半三郎にただした半三郎は訳を話したが話しているうちに突然笑い出し笑い出すと止まらなくなってしまいには苦しさのあまり畳へ手をついてあえいだ「いや心配するな何でもない」 と彼はうつむいたまま4人に言ったかまどのすすと何のかかわりがあるかわからないがひょっとをといたちのことを思い出したんだ何だをといたちとはそのと彼はうつむいたままで用心深く言ったあだこの話なんだが津軽の藩主の別所にイタチがいて それが夫婦で三十年の世も一緒に住んでいるんだが、<laughs> その、どっちも歳を取り過ぎたので、男のいたちの方は、半三郎は真っ赤になり、喉を詰まらせながらダメだと言った。ダメだ俺はダメだと彼は立ちながら言った。あだこに聞いてくれそして彼はまた笑いの発作に襲われ、 笑いながら自分の居間へ逃げていった。半三郎は居間で仰向きに寝転び、笑いの静まるのを待ちながら、そうだ、と自分にうなずいた。かまどのすすで顔を黒く塗ったということが、めいたちの頭の毛が白くなった、という話を連想させたのだ。おそらくそうだろう、と思っていると、 十条の客間から四人の笑い出すのが聞こえてきた初めは秋田源英も次に三枝小一郎そして安倍右京も十兵衛までも笑い出しやむかと見るとすぐにまた笑い出した「おいよせ」と三枝の怒鳴る声がした「もう言うな安倍殴るぞ」そして笑い声の一つは縁側へ。 一つは玄関へと分かれ、離れ離れになって、片方が静まると片方が笑い出し、こっちが静まったと見ると、次には見所で一緒に笑い転げるのが聞こえた。そうだ、と半三郎は目をつむって、そっと自分に囁いた。たとえ俺が目をつむり、耳を塞いでも、あそこで四人の笑っていることは事実だ。十兵衛がいい。 小一郎がいい、右京がいい元右衛門がいいそしてあだこがいる彼らは現実にそこにいるしみんな俺のために心配し奔走し助力してくれたこれからも必要な時は心配し助力してくれるだろうおい半三郎これでも全てが虚しいか 彼は目をつむったた。まま微笑したあの日庭の枯れ草の茂みからあだこがこっちへ微笑みかけたあれが事の始まりだった自分は滅びるのを待っていたしあだこは身の置きどころに窮していたどっちも一番悪い条件の時に会いそしてあだこの生きようとする力が勝ったのだ お前が勝ったのだ、あだこ。と彼はささやき声で言った。俺ではない。もし俺が勝つとすれば、これからだ。襖がそっと開いて、あだこが覗いた。旦那様。とあだこは当惑したように呼びかけた。ちょっといらしてください。 しどうしていいかかわわ。りませんわお客様方はあんなことでなぜあんなにバカ笑いをなさるのでしょうか。入っておいで。と彼は起き直りながら言ったお前に話すことがあるんだでもお客様方が「いいよ」と彼は片手を伸ばした「あの笑いはなかなか止まらない」 俺も初めての時はそうだったろうあだこは忍び笑いをしたお今へ逃げていらっしゃいました彼らにも笑わしておこうと彼は片手を伸ばしたままで言ったここへ来てお座り二人だけで話すことがあるんだおいであだこは赤くなりそっと襖を閉めて 向こうではまたひときわ高く笑い崩れる4人の苦しげな声が聞こえた。